こんにちは。こんにちは。はい、本日は前回の上田さん のカラーコーディネート対決を関東メンバーでもやりたいと思いまして、こちら SIPS 渋谷店の方に本日は来ております。はい、では早速カラーボールを使ってちょっとこの3人のカラーを決めて、それに基づいたコーディネートを組んでいきたいと思います。はい、じゃあカラーボールをご用意します。見ちゃダメだね。じゃあちょっと私がボールを持って、一気にみんなで。そうですね、難しいかな。あ、同時に、同時に見たいようにして。はい、手を挙げます。え、なおちゃん取れる？私ここ持とう。あ、ありがとう。はい、OK です。はい、せーの。使っても可愛いですかね。可愛くないですか。今すごい人気ですからね。こういうベストとかすごい気になります。これとかさっきの帽子とか合わせても可愛いです。ちょっとベストにしてみようかな。着ないんでちょっと悩みますね。どうしよう。ピンクがちょっと少ないですね。正直苦手な色で普段全く着ないので。はい、で私はピンクのジャンプシャツを。あ、かわいい。はい、こちらです。はい、着替えました。はい、私は先ほどピンクのボールが出たので、こちらのピンクのブラウスを合わせております。こちらのピンクのブラウスメインに、このバティックプリントのスカートをポイントに合わせました。ちょっとエスニックになりがちなので、こういったベストを羽織って、ちょっとこう街でも着やすいようなコーディネートにしてみました。はい、じゃあ私は黄色のじゃん、スカート、こちらを着てみたいと思います。じゃーん。私は黄色のボールを引いたので、黄色のスカートをメインでコーディネートを組みました。黄色は私個人的にすごい苦手な色なので、ちょっと嫌だなって思ったんですけど、なのでボトムスに持ってきて、ちょっと顔から遠ざけて着やすさを重視しています。あとは黄色が入ってるアイテムを選んで、同じ色をちょっとこう散りばめることによって全体のバランスを取ることを意識してみました。私はグリーンのじゃーん、セットアップとバングルを合わせたいと思います。私はこのグリーンのポニットベストとパンツのセットアップに、セットアップをチョイスしました。で、ちょっと男の子っぽすぎないように、中にこういうちょっとガーリーなレースとかも使われてるブラウスを入れてみて、ちょっとアクセとかにもグリーンが一応入ってます。はい、じゃあ今日は待ちに待った結果発表を。ご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、ぜひ YouTube チャンネル